ウィスコンシン州の歴史、ウィスコンシン州の歴史、ウィスコンシン州の歴史では、アメリカ合衆国ウィスコンシン州となった地域に、有史以前から住み着いた先住民族、フランスやイギリスによる開拓と、アメリカ合衆国の領土となってから1900年頃まで、約1世紀の歴史を概説する。ウィスコンシン州は1848年5月29日に合衆国の州となったが、 その土地は数千年もの間人類が住み続けてきた土地でもあった。現在のウィスコンシン州となった地域に最初に住んだ人類はパレオインディアンと呼ばれ、紀元前1万年頃にこの地域に到着した。彼らはマンボスやマストドンなどの動物を飼った。ウィスコンシン州ボアズで発見されたボアズマストドンやクロビス人鉱物はこれらの人々にとって狩猟が主要な仕事だったことを 示している。紀元前7000年頃に、最後の氷河がこの地域から交代し、プラの文化が支配的になった。紀元前6000年から1000年の古期、この地域には、艦隊古期及び、オールドカッパーインディアンが住んでいた。この時代の人々は、少数の集団あるいはタイで住んでおり、狩りと最終で、自給自足の暮らしを続けていた。 紀元前500年頃に始まったウッドランド期初期までに農業が始まり食料を得る手段として狩りや採集と置き換わり始めた。このことで高級的な定着ができるようになった。さらにより進んだ工芸や土器の生産も始まった。この時代に主に埋葬を目的としたインディアンマウンドも造成されるようになった。紀元前100年頃にホープウェル文化が現れ農業、 工芸及びマウンドの造成が著しく進歩した。ウッドランド気候機は、西暦600年頃に始まった。エフィジーマウンド文化がこの時代のウィスコンシンで、支配的であり、儀式用に動物の形をした洗練されたマウンドも作られた。ミシシッピ文化は、西暦1050年頃に、ウィスコンシンに入ってきており、アズトランの集落を建設した。西暦1200年頃には、 ミシシッピ文化に代わってオネオタビトが出てきた。この文化は結局、ヨーロッパ人探検者によって、水族と呼ばれる種族に吸収された。最初のヨーロッパ人がウィスコンシンに入った時、主要な住人としては、オジブワ族、ホーチャンク族、メノミニー族、ソーク族及びフォックス族がいた。ウィスコンシンに最初に入ったとされているのは、フランス人、ボヤジュール、ハコビアジャンニコレだった。 1634年、ヌーベルフランスの総督、サミュエル・ド・シャンプランが、ニコレに、北、アメリカを抜けて、中国に達する水路を探す任務を与えた。ニコレは7人のヒューロン族インディアンを案内人にして、カナダを立ち、カヌーで、ヒューロン湖とスペリオル湖を通り、ミシガン湖に入った、最初のヨーロッパ人となった。ニコレは、グリーンベイにこぎ入り、現在では、ウィスコンシン州。 グリーンベイ市となった場所近くの岸に到着した。この土地に到着した時に、その地域に住む数人のホーチャンク族に迎えられた。にこれは、冬の間、グリーンベイのホーチャンク族のところに泊まり、そこに交易拠点を築いた。次に、ウィスコンシンに入った主要な遠征隊は、1673年のジャック・マルケットシン父とルイ・ジョリエだった。 インディアンたちからミシシッピ側の存在を噂として聞き、マルケットとジョリエは、ミシガンのセントイグネースを出発して、グリーンウェイからフォックス側に入った。フォックス側の最西端までカヌーでこぎ上がり、続いて陸路を船を担いで進み、近くのウィスコンシン川まで行って、ミシシッピ側に向けて、カヌーで下り始めた。マルケットとジョリエは1673年6月に、現在のウィスコンシン州、 プレーリー・デュシャン近くでミシシッピ川に到着した。フランスの開拓者は主に毛皮交易に興味を持ち、いくつかの小さな交易拠点を設けただけだった。グリーンベイに設けられた最初の拠点は、フランス語で単純にラベーと呼ばれ、1634年にニコレが設けた交易拠点と共に始まった。イエズ・ス会宣教師団が1671年に、 グリーンベイに宣教書を設け、1717 17年には開拓地にリデが築かれた。フランスの西部指揮官、ニコラ・ペローが1685年に、フォックス・ウィスコンシン水路の南西端近く、プレーリー・デュ・シャンにサン・ニコラ・リデを構築した。ペローはまた、ペピンコの岸にリデを築き、サン・アントワーヌ・リデと呼んだ。これらは、 軍事的な拠点というよりも小さな毛皮の倉庫だった。17世紀の終わり頃、スペリオルコガンのラッポワントには、イエズス会の宣教所と交易拠点も作られた。フランスのどの拠点も、高級的な開拓者がいなかった。毛皮交易業者や宣教師は、ある時期から、ある時期まで、そこを訪れて、仕事をするだけだった。イギリスは1763年に、 ウィスコンシンを含む地域の支配権を得て、フランス人と同様に、毛ワ公益以外はあまり興味を持たなかった。イギリスの支配時代に、ウィスコンシンに到着した最初の高級的開拓者は、大半がフランス系カナダ人だった。シュール・シャルル・ミシェル・ド・ラングレードが、一般に最初の開拓者として認識れており、1764年にグリーンベイに公益賞を設け、 そこに、高級的に移り住んだ。開拓は1781年頃にプレイリール、シャンで始まった。アメリカ合衆国は1783年のパリ条約の結果として、ウィスコンシンを含む地域を獲得した。その後間もない1787年、ウィスコンシンは新しく定められた、北西部領土の一部となった。その後1800年、ウィスコンシンは、 インディアナ順州の一部になった。しかし、当時、法律的には、アメリカ合衆国に付属していたものの、イギリスが地域での毛皮交易を支配し、ウィスコンシンにいるインディアンとの同盟も続けていた。アメリカは、米英戦争までウィスコンシンに対する確固とした支配を行っていなかった。この戦争の間、ウィスコンシンでは一度の米英の戦いがあった。 1814年のプレーリー・デューシャンの戦いはイギリス軍の勝利で終わった。しかし、1815年の頑条約で、その時までイリノイ順州の一部だったウィスコンシンに対するアメリカの主権が再択された。条約に従ってイギリス軍は最終的にウィスコンシンから立ち去った。1818 18年からミシガン順州の一部となったウィスコンシンのアメリカ人による開拓は、 二つのインディアン戦争、すなわち1827年の小規模なウィニバゴ、戦争と1832年のブラックホーク戦争で襲されることになった。ブラックホーク戦争では、イリノイからアイオワに移住させられた総ク族及びホックス族のインディアンが、イリノイの故郷に再度居住しようとして、イリノイの民兵に追われて、ウィスコンシンに入ってきた。インディアンたちは、 現在のウィスコンシン州ビクトリー近くで、ウィスコンシンハイツの戦いとバットアクスの戦いで、敗れた。これらインディアンとの紛争が解決されて、ウィスコンシンの開拓の道が開けた。この地域の最初の開拓者たちは、ウィスコンシン南部における、炎鉱山の開発可能性で引き付けられた。この地域の鉱山は、伝統的に、先住民族が再興していた。しかし、 一連の条約でインディアンを追い出した後は、沿鉱山地域は白人最高者に開かれた。灰色の金を掘るために国中から何千という人々が殺到した。イングランドのコーンウォールから来た職人鉱山市も移民の波の中で大きな比率となった。ミネラルポイント、プラットビル、シュルズバーグ、ベルモント及びニューリキングスのような信仰の街が鉱山の周りにできた。 1834年に、ウィスコンシンでは、初めての交友地事務所が2つ開設され、一つは、昔からのグリーンウェイの拠点に、もう一つは、ミネラルポイントの鉱山の中心にあった。1836年までに、ウィスコンシンの人口の半分が沿行山地域に住み、ベルモント近くのレスリーに、準州の州都を設立する要因になった、州都がベルモントと誤解されることがある。 1840年代までに、ウィスコンシンの南西部鉱山は国内、鉛産出量の半分以上を産出した。沿鉱山地域が最初の開拓者の波を引きつけたが、その人口はミルウォーキーの成長とともに間もなく、陰りが見えた。ミルウォーキーは、渋岩、マニトワック及び、希望にいいとともに、1790年代に、フランス人公易業者ジャックビオンが作った一連の、 公益拠点にその期限をたどることができる。ミルウォーギー川川口に作られた美容の拠点は、1818 18年にソロモン・ローラン・ジュノーによって買い取られ、ジュノーがその運営を引き継いだ。毛皮ワ公益が下火になると、ジュノーはその公益拠点近くの土地開発に焦点を当てた。1830年代、グリーンウェイの弁護士、モーガン・マーティンと共同経営を始め、 ミシガン湖とミルウォーキー川の間の土地160エーカー0.6キロメートルを購入した。ここで二人はジュノータウンの開拓地を作った。一方、オハイオ州の実業家、バイロン・キルボーンがミルウォーキー川岸の土地への登記をはじめ、キルボーオンタウンの開拓地を作った。これら二つの開拓地の南にジョージ・エイチ・ウォーカーがウォーカーズ・ポイントの町を作った。 これら三つの開拓地が最も多くの住人を集め三つの中で最大になろうと互いにしのぎを削り合った。しかし、1840年代までに三つの町の協業がその存続のために必要であることが分かってきた。1846年、ジュノータウン、キルボーオンタウン及びウォーカーズポイントの開拓地は合併してミルウォーキー市となった。 新市は人口約1万人となり、準州内でも最大の都市となった。ミルウォーキーは現在でもウィスコンシン州で最大の都市である。ウィスコンシン準州は1836年4月20日にアメリカ合衆国議会により創設された。新しい準州は当初、現在のウィスコンシン州、ミネソタ州及び、 アイオワ州とノースダコタ州とサウスダコタ州の部分を含んでいた。ウィスコンシン準州の初代知事はヘンリー・ドッジだった。ドッジとその他淳州の立法者たちは最初のうち準州政府の組織化と州との選定で忙しかった。集会議事堂を建てる場所の選定は準州政治家たちの熱い議論を引き起こした。ドッジ知事はまず、 炎鉱山地域で人口の多い場所にあるベルモントを州都に選んだ。しかし、そこで新しく議会が招集されたその直後に、ウィスコンシンの最初の州都にするには、不適切であることが明らかになった。当時、準州内に存在するほとんどあらゆる都市の名前が州都の場所として提案され、ドッジ知事は、その決定を他の立法者に任せた。議会は、 ジェームズ・デュアンド・ドッティが提案した、面倒たことも、野中の間の地境にマディソンという新しい都市を作り、そこを、準州の高級的な州都とするという案を受け入れた。マディソンが建設されている間に、集会議事堂は一時的にバーリントンに移された。この町は1838年に、ウィスコンシン・準州のミシシッピ川より、西のすべての土地と共に、アイオワ・準州に移管された。 1840年代半ばまでに、ウィスコンシン・準州の人口は15万人を超えた。これは、州昇格の必要条件とされた人口の2倍以上に相当した。1846年、準州議会は、州昇格申請を行うことを決議した。その年の秋、124名の大議員が集まって、州憲法について討議した。この会議で作成された草案は当時としては、 過剰なくらい進歩的と考えられた。商業銀行を禁止し、結婚した女性に私有財産権を認め、アフリカ系アメリカ人の選挙権の問題については、住民投票に委ねた。しかし、大半のウィスコンシン人は、最初の憲法案が、急進的すぎると考え、1847年4月の住民投票で却下した。1847年12月、2回目の 憲法制定会議が招集された。この会議の結果、新しく、より重要な州憲法が作成され、ウィスコンシン人も1848年3月の住民投票で承認した。このことでウィスコンシンは1848年5月29日に合衆国30番目の州に昇格することになった。ウィスコンシンが州昇格を果たした直後に、 鉄道の激しい熱狂が吹き荒れた。州内で最初の鉄道路線は1851年にミルウォーキーミシシッピ鉄道によってミルウォーキーとウォーキーの間に開通した。この鉄道が延伸されて1852年にミルトン、1853年にストートン、さらに1854年には州都のマディソンまで伸びた。 1857年にプレーリー・デュシャンまでの路線が完成した時、この鉄道会社の目標だった、ミシガン湖から州内を横切ったミシシッピ側に達するという計画が完成した。この直後に別の鉄道会社が独自に西はラクロスから北はスペリオルまでの路線を完成し、これらの都市の発展を促進した。1850年代が終わるまでに、州内を縦横に走る鉄道が、 他の産業の発展を促し、国内市場にその製品を送り出すことを可能にした。ウィスコンシン州は南北戦争の時の北軍に、総計9万1379名の兵士を送り出した。このうち3794名が戦死または瀕死の重傷を負い、8022名が戦病死し、400名が事故で亡くなった。 死者の合計は12,216名となり、出生兵士の13.4%に達した。19世紀ウィスコンシン州経済の主要要素は農業だった。ウィスコンシン初期の農家では小麦が主要穀物だった。実際に19世紀半ば、アメリカ合衆国で生産される小麦の約6分の1がウィスコンシンだった。しかし、小麦は 急速に土壌の養分を奪い、中害や天候にも弱かった。土壌がその質を落とし、価格が下がると、小麦工作は西のアイオワ州やミネソタ州に移った。ウィスコンシンの農夫の中には、林作やその他の方法で土壌の肥沃さを再現する実験を行った者もいたが、大半は小麦の代替品に目を移した。小麦に代わるもので最も人気があったのが、落農業だった。 小麦が人気を失ってしまうと、多くのウィスコンシン農夫は、落農用牛を飼い、餌となる穀物を育て始めた。落農業に人気が集まった理由の一つは、多くのウィスコンシン農夫が当時落農製品の一番の生産地であったニューヨーク州の出身だったことだった。さらにヨーロッパからの多くの移民が、チーズ作りに関する広範な知識をもたらした。落農は、 ウィスコンシン大学マディソン校によっても促進された。この大学では、落農家を教育し、より良い落農製品を作る方法を研究した。20世紀の初めに、ウィスコンシン州は合衆国でも、最大の落農製品生産州となり、この地位は1990年代まで続いた。農業は、森林密度の濃いウィスコンシン州北部では、向いていなかった。開拓者たちは、 木材伐採のためにこの地域に入った。キコリたちは遠くの森林から都市の製材所まで木材を運び出すためにウィスコン川などの河川を使った。ウォーソーやスティーブンスポイントなど都市の製材所は木材を一旦材にして鉄道で中西部に運び建設用に供した。後にはフォックス川渓谷で発展した製紙業が州内製材業で出たパルプを利用した。 製材業は、事故発生率の高い危険な職業だった。1871年10月、ペシュティゴの大火では製材業の町ペシュティゴの周辺の森林1875エーカー、4850キロメートルを焼き、1200名から2500名の死者を出した。これは、アメリカ史の中でも、被害の大きな火事であった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。